はい、皆さんおはようございます。おはようございます。ともじいと奥様とお出かけです。行きます。はい、今日はね、今からね、ちょっと知り合いの方が、その知り合い方のお誘いでね、日本蜜蜂のね、蜂蜜の採取をしているところをちょっと見学しさせてあげるということで、今向かっております。はい、ね、とりあえずはね、なんか宇治市のとある、運動公園、公園かな、そこで待ち合わせ9時にしとんですけどね。で、まあ、とりあえずね、こう今宇治奥ちゃまが運転しとってね、もじい暇なんでね、ちょっとその間こうやってね動画を撮っとんです。そこ窓もう半分ぐらい閉めていただくことはできませんか。はい、はい、ありがとうございます。マクドナルドのところ、そうそう、越えたところ、うんうん、でぐるっとまた鋭角にね、すごい車、バイク。あれはヘルメットいらんね。はい、黄色です。あ、ほんまやな。マリオカートみたいなやな。関係ないちゃうか。カートではないの、バイクやね。はい、今はい、信号が赤にか変わって信号待ち。私あそこ買うんだ。全然違います。あそこはうちではございません。方向地なうちのお母ちゃまです。いや、プールってあるしか思うつかない。いや、ありました。なんかそうして、そのね、待ち合わせの場所からね、車で5、6分のとこに、その巣箱を置いてあるみたいでね。そんで、ね、まず帽子、そして長袖のシャツ、まあ上下長ズボン、そして、長靴履いてくださいと。で、頭からかぶらの、俺、ネットありますわね、あれは一応貸してくれるそうなんです。軍手、あ、軍手も一応持ってきてくださいということでね。はい、まあね、多分暑い思いますよ。今まあこれ車で走ってる分に関してはね、そんな暑くはないんですけどね、ちょうどいい風が車内に入ってくるんですけどね。標識、道路標識分かりますかね。はい、過ぎましたね。はい、ハンバーガーショップ、これ越えてすぐに、はい、そこを左ですね。はい、ここをぐっと、はい、これちょっとね、抜け道的なとこなんですよ。ここをもう約180度 U ターンですね。おっとっと、びっくりした。来るかなっていう感じは。はい、はいはいはい、国道24号線下をくぐっていきます。野球のグラウンドがあります。その奥の方に建物があるの。ここね、市場なんですよ。京都府南部総合地方卸売市場と書いてます。でここね、これね、少年野球、ね、この使われてるグラウンドですね。はい、信号変わりましたね。はい、はい、このまま真っ直ぐ、また直進です。やっぱり暑いからエアコン入れるかな。エアコンスイッチオン。あ、はい、ありがとうございます。
道筋はそない昔から変わってないね。そんな感じやね、うん、車運転せんと横でこう乗ってね、好きなおしゃべりしとったら楽ですわほんまにそりゃそうだろう。近場しか止まらない。うん、遠乗りはね、するときは僕が運転するけど、確か高校や思うけどな。そうなん、うん、ね、何知らん、うん、なんか合併したみたいやで、うん、うんうん、そうやで。次の次の信号や思うよ。次の信号、うん、左の方、うん、左に曲がるの。そう、そうそう、うん、この信号を左折でござります。うちの方って行ったことないな。あ、そう、うん、はい、あ、西宇治公園ね、はい、書いてあります。はい、ここを曲がります。はい、で、あそこのあの木、右手側にあの木が見えるでしょ、あの辺から多分ね、あ、このその信号で入れるんかな、まあ、ちょっと行ってみましょうね。もう一つ向こうやな。うん。これじゃないね。歩いてるもんね。ない。そうそうそう。ここもこれ小学校。ここ小学校やな。うん。なんとか小学校。なんたらかんたら小学校ですわ。どこから入るの？ここ違うかな。これ、ここ鈴木だしみ。はい、あ、おてるおてる。はい。ここ右折ですね。はい、合ってます。で、そこの駐車場に入れてもらいましょう。これは何もあれないのかな。ないでしょ、ここは。はい、ちょっとね。もう、あそこ乗るわ。うん、じゃあ、この の, あの横べらにつけましょうか。右に。うん、右側に。はい。一応ね、待ち合わせ場所に到着しました。で、これでね、一旦、うん、これで この撮影終了してね、また続いて、現地に行ってからかな、またできたらちょっと動画撮りたいと思います。はい、では一応一回これでちょっと終了します。はい、皆さんこんにちは。先ほどの続きで今蜂蜜の採取するとこに来ました。はい、なんせね、もう完全防備。今ちょっとビビりながらこう映しますんで。はい。じゃあ近づいていきます。ちょっと大きいかな。ちょっと。はい。見えてますか？はい。こうやって。うわ、すごいです。はい。手で払わへんかったら攻撃してこないので。はい。わかりました。はい。ではちょっと。もうこれ以上ね、ちょっと怖いし、よう近づかないんです。これは何、種類としては日本ミツバチ、西洋ミツバチ。ちょっと近づいてあげようか。はい、よろしく。はい、そのままちょっとね、画面見えるんですけどね。今ね、ここの係の人が撮影してくれて、文字ちょっとビビりなんで、これ以上量近づいていきます。これはね、高根さんもね、蜂がブンブン群がってます。すごいですね。わわわ、ブーン言ってます。は
はい、はい、どうもありがとうございました。ちょっとしばらくの間こうやって置いておきます、ね、あ、真横がね電車が通ってますよ、電車が。はい、うわうわ、こんなの初めてですよ。で、で次は、おお、え、うん、なんかあのあれやってね、あのミツバチの天敵、あのスズメバチ、こうあのミツバチを食べに来る餌にするらしいね。はい、ね、これね周りをあんまり映したくないんでね、ちょっとね、どこ、はいはい、ちょっとな、ちょっと、はい、あ、これこう、こういう感じでね、群がってます。いやいやいや、もうね、もう一緒に来たこのね、あの親父、もういけずなんですよ、うん。名前は言いませんけど、あの昔から知り合いでね、でまあ、僕よりはるかに年上なんでね、ちょっと偉そうにもよう言わんねんけどね。でもね、ユーモアがあって楽しい親父ですよ。あ、こっちの方もこう言ってますね。僕ね、人生ね、生まれて、永遠の28歳ですけどね、こんなの初めて見ます。はい、ねえ、うわ、ここにもこれ、うん、こんなんいってますね。はい、要はあのなんかね、あのテレビでねやってますけどね、うんうん、あえて番組名は言いませんけど、言うてもだ、大丈夫や。すごいですねこれ、さあ分かりますか、1、2、3、4、5、6、7、8、9個、10個、はい、でね、ここねちょっと周りちょっとさせてもらいます。はい、ここね僕の好きな電車が通ってるとこなんです。はい、今ねちょっと静かですけどね。そして、あ、これ多分ね、これメダカの水槽かな。はい、はい、ちょっと後ろ姿ちょっと映させてもらいますね、振り向かないでね。こういう風にね、はい、はい、あの知り合いの、お兄さんではなくおっさんと、うちの家内、もうこういう感じで、はい、うん、すごいですね。うん、そう、うん、さっき撮ってくれはったけどね、うん、こう撮ってくる中、中ちょっとお邪魔します。怒らないでね。こんなんです。うわうわうわ、目の前におる、おる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 、大きい声出したらあかんな、うん、ね、静かに静かに、はい、汗もかいてるから余計に言ってください。ちょっと一回退散、あ、なんかね電車の音してます、はい、僕しばらくちょっとここで待機しておきますね、はい、もうあで、はい、電車が来ました。なんでこんなとこまで来て電車の写真撮らないかねんな。ジョイントンです。え、で今からはこれやっぱりこうなんかするの、蜜絞るということはほな、あ、あのあのあのなんちゅうの、あの煙でな、うん、やっぱり一回ちょっと退散しましょうか。はい、貴重な体験でございました。ではね、ちょっと一回切りたいと思います。ちょっとね、電車が来るみたいなのでね、はい、ちょっとこっち行きますね。はい、ここええのかな。はい、ここでちょっと待機しておきましょう。はい、ミツバチと、はい、近鉄電車、もう間もなく近鉄電車見えると思いますよ。はい、もうそんでね、これ暑いですわ。真夏大変でしょうね。はい。はい、もうちょっと先ますよ、はい、今日ね、友次を本当は、大阪エアポートインターナショナルエアポートに行くつもりでしたけどね、知り合いの方から前々から誘われてたこの現場に来ております。はい、はいはい、電車が通過します。はい、電車が通過していきました。これ急行です。はい、
以上、とりあえず、現地リポートは小文字でした。ちょっと切りますね。あ、あかんない。これ素手でないと切られへんね。ちょっと待ってくださいね。はい、では、あと蜂蜜はまた警報音になってます。はい、ちょっと、ここらで、こう、ちょっと、これで一回、この辺で一回切りまーす。ね、ちょっと待ってね。はい、今からね、ちょっと蜂蜜のね、糖度、これを測るそうです。はい、じゃあお願いします。え、覗く。覗く。取るっていうの、これどうやってるの。取れる？一回覗くとかね。ちょっと待って、明るいとこ行こう。えない。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。難しいんだな、これが。ちょっとね、今からね、ちょっと、レンズに向けて。わからないやろうな。わかるかな、これで。ちょっと待ってくださいね。ちょっとわかりにくいかな。はい、一応。はい、ちょっと渡します。この、どっかメモリは出てけへんねんね。メモリの中でね。80.5 あります。80.5。だいたいね、スイカとかね、がね、10点何本ぐらいやからね。すごいですね。めっちゃ甘い。はい。大丈夫です。はい。はい、ではあのね、ね、次はね、はい、京都方面に向かって電車が通ります。電車の写真撮りに来たんかなんかわからない。いやだね。トウモロコシ。トウモロコシいっぱいになってます。このトウモロコシもそこそこ糖度あるやろうな。80すごいな、ね。はい、蜜の味です。はい、ここね、周り、はい、この正面高速道路、これ刑事バイパスです。はい、近鉄電車まもなく通過します。はい、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 もう3、2、1。あ、島風ですわ。国境島風、ちょっと追っていきますね、このまま。はい、こんな感じです。特急島風。はい、では一応また一回切りまーす。あ、今ねこれ巣箱からね、取り出してるのかな。もうねこれ以上ちょっと近づくのやめときます。わあすごい、ね、うわー、ネットかぶってるから顔は分かりにくいと思うけど、まあ、やっぱり。あっちまで落として。はい、あ、ちょっと待って、ここから落とす。はい、あ、それですか。はい、あ、ちょっと近すぎる。あ、うわ、これがそうですね。はい、ほんなこれ、蜜ろうとはどれなのかな。まあ、蜜ろうはこの蓋を切ったり。はい、じゃあ、このまま向こう行きます。行きますね。まあ、こうやって入れておくんだよね。はいはいはい、ちょっとお邪魔しますよ。はい、はあ、こんな感じで。ちょっと僕の影やったの今。はい、ではまた一つね。はい、もう行きます。はい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 、はあ、お作業します。また持ってくるみたいですね。はい、ちょっとこっちに逃げます。はい、ちょっと離れ、うわー、あそこね、今多分怒ってはるんでしょうね、あれ蜂が。これ今興奮状態ですか、蜂は。あ、そう、そうですか。はあ、うわうわ、すごい震い落としますよ、蜂を。これはね、友人にとってはね、貴重な体験です。というのか、ただ、カメラ回してるだけですけどね。はい、はい、ちょっと一度切りますね。なんかもう、だいぶスマホが熱になってきたみたいで。はい、で一度切ります。